人のものを複数でかかろうとはクズのすることですね。虫が苦手か、親近感湧く。うん、なんだまたお前か。ようこそマルマインのキングバ芸月の戦場に。あなたの妨害をしたことをたどり着いてほしい気持ちもあり、人は矛盾を抱えてこそ成長するのかもしれない。うるせえよ。この椿、混合団の一員として生まれてきたからには、神王様を喜ばせたい。さあキングを守りたいという僕を倒せると思うなら胸を貸そう。なんでお前上からなんだ。クソうぜえ。一発でのしてやるよ。ガチ頼むぞ。ズバッと。うわお前3匹使ってんの、なんて情けないやつ。許さん。一人のものを複数でかかろうとはクズのすることですね。冷凍パンチ OK。 もう一回ナイス。ありがとうガチ。僕が負けたのではない、あなたが勝ったのだ。その通りだよ。そこを間違えないでほしい。なんでお前強がってんだ。ああ、丸前の好物をまるっと忘れてる。なんだこいつ使えねえな。まあ、主人公も呆れてる。関さん、マルマインが好きなもの教えるのを忘れていたよな。あり。なんだよ。おめえよ、荒ぶるキングを見たのかよ。溢れてる活力を抑えきれずに苦しんでいる姿を何とも思わないのか。キングの荒ぶりが神王様の試練。俺にはそうは見えねえ。だから金剛やキングとか関係なく協力するぞ。ちなみに教えるんじゃねえ、マルマインの好物ゴリゴリミネラルをくれてやるのよ。さあ椿、沈め玉作りを手伝ってくれや。うむ。そうぜこいつ。無限のこと沈めた思う存分マルマインにぶつけな。分かっとるわい。無謀にも挑むのかい。うっせえよ。挑みます。無謀な勇気は認める。なんでこいつさっきから上から目なんだ。でっか。あんまり変わってないな、やっぱ。おっと、くせえなこれ。どうする？おっと、おい頼むぞ勝ち。いいだろう。早いって。素早さ150は当てじゃないな。今作のこいつが素早さ150なのか知らんけど、けい。はい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 。あっ、くそ。まいったね。いった。うっと。えぐいって。えぐいってマジで。
はいはい、行くぞ、ガチ頼むで。まずいな、次でやめちゃう。冷凍パンチ、ナイス。はい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 、はい、うわっ、おい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 、なんかすごい、なんかすごいの来たぞ、なんかすごいの来たぞ、おい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 、あっぶな、あぶねえな、ガチ頼む。耐えて、まずいな、冷凍パンチ、 OK、 チャンス、はい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 、おっ、あぶねえあぶねえ、頼むぞ、ラストだ、耐えて、いい子だ、冷凍パンチ、ナイスだ、終わりにしよう、はい、よし、今までで一番めんどくさかったな。俺はマルマインが苦しみから解き放たれ、ほっとしてるように見えるぜ。新王地方か、そう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 、ポケモントレーナーね、うん、結局どうやって帰るんだろうな、主人公とのぼりさんは。ポケモンだけが強い、ポケモンを必要以上に恐れる、それでは時代は変わりません。そういう世界もあるのか。椿の言うは分かってうるせえ。間違ってねえけど、お前が言うとムカつくな。よく聞けよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。あらゆるものを友とせよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。新王様は悲しむと、時が止まるときだ。ブラボー、スーパーブラボー、皆様はさらに精進を重ね、高みという目的地を目指し、ひた走ってくださいませ。ふん、次はどんなキングだ。ええやん、これオーニューラすごくいい。どこにいるんだろう、ゲットしたい。ほんまサッカーボールやもんな、ただのあれ。マジかよ、やったぜ、ゴローニャゲッツ。お、あれはニューラ、でも色がオーニューラ、 もしかして、あ、そうか、ニューラの翡翠か、その進化後はオーニューラって感じか。あー、チリーンがおった今。勝負だ、サイドン。
ウェブタック。 OK。進化可能ってなってる。ウェーブタックルをし続けたら進化する感じ。おい、カッチョイブー。決まりました。水影よろしく。水とゴーストタイプってことで水影にしました。シンプルだね。くねくねするな。お、マリー、この曰くくねくねして気持ち悪い。ウェブタックを OK。 反動ダメージさえなければな。はい、組長。なるほど、椿殿はキングが殴るのが信用様の試練ではないかと、そう考えているのだと。その考え合っているかどうかわからないが、信用様というのは成り上キングたちを殴らせる何か起こっているのか、それとも人とポケモンの中を裂こうというのか、ポケモンの考えることなさ一人はわからない。そもそも時空の裂け目とは何だ、なぜ開いたのだ。くたびれただよ、芋連れてみて影響をしない。ムベリを伝えてある、最高の芋餅を振る舞いと。こういつも芋餅ばっかじゃねえ、さすがに飽きるよな。お、関さんと海さんなるってのは三毛の得だし、電木の旦那に呼ばれたし、それは私も同じ。縁のあるある駆けつけたのは私の方が早起きだからね。朝からうるせえな、早起きくらいで騒ぐなよ。あんたも来るんだろう、話の内容分かっているがな。本部も近いものな。この二人いいな、関さんと海さん。やっぱ好きやわ。キング、クイーンは4匹。あと何匹、まあ1匹やろ、あと。純白の凍土にいるクレベス。はあ、クレベスか。クレベスも翡翠ってことか。ほら、楽しみだ。ここに来て通常のクレベスってことはないよな。お、そういや現代の方では真珠弾と混合弾どうなったんだ。ギャー、え、島越さん、え、虫が苦手か、親近感湧く。私も虫が苦手で。次なる調査対象のエリアは純白の塔。翡翠地方で最も過酷にして苛烈な自然環境、純白の凍土を調査できるのは君だけと言っても過言ではない。命令する、任務を完遂しろ。虫苦手なんだな、島星さん。島星さん、男か女かわからなかったけど、あの倒れ方からするに多分女性だね。あ、今度こそ勝つぞ。腕だましなら。ピカ、そのピカチュウに僕、うちの水器は2回やられたからな。リベンジだ。バリアードか。これは別に。レイカ、よろしく。あ、待って、あかんか。えっか、毒好きあるし。毒好き。うぅ、どうする、ムクバルか。うわー、うわー、あっぶね。
水器に変えよう。4倍とは言ってもさすがにレベル差で耐えたか。でも乱数次第は知ってたよ。飛剣知恵の実。ラストや。来たピカチュウ。3度目の正直、今度こそ倒す。あ、まずい。飛剣知恵の実。うう、3度目の正直だ。やっと勝ったな、スイキー。